大谷ネットの平林昇です。今回ですね、大谷さんのホームページっていうテーマでお話しさせていただきたいと思います。まあ、これは、大谷ネットとしてですね、一番こう核心の部分なんですね。大谷さんホームページを持ちましょう、ホームページ大谷になりましょう。まあ、実際このツイッターもですね、例えばフェイスブックもそうなんですが、そのなんとか大谷ってこういうアカウントでですね、実際こうインターネットに参加している人たちって多いわけなんですね。で、その投稿の大体流れがですね、どちらかっていうとこう投資系っていうんですかね、銀行融資がどうのこうのとかですね、いい物件が手に入ったとかですね、あるいは自分でこう手直しをしたとかですね、リニューアルしたとかですね、ある意味そのなんていうんですかね、プロセスの話なんですね。で、そのクロージングのですね、私はこのインターネットでお客を決めたっていうですね、こういうその報告っていうかその投稿っていうものはこう見当たらないですね。ですからこれだけそのインターネットに慣れているその大谷さんがですね、なぜその直接取引をしないかってことなんですね。で、実際このなんていうんですかね、その業界の内部だけを見れば確かにこれそんなことできないわっていう、多分もうこの塊かと思うんですね。だけど今度お金を払う側っていうのか、いわゆる市場から見るとですね、基本的に何やってるんだって話なんですね。なぜ直接手を挙げないかっていうことなんですね。で、流れとすればですね、こういう一つの大きなこう端境期にある状況かと思うんですね。ですから私どもは広告会社としてですね、いわゆる大谷さんホームページ持ちましょう、で自分の経営ってものを主体性のあるものにどんどん変えていきましょう、これが経営じゃないんだろうかっていう、そういうことだと思うんですね。で、広告会社っていうのはもうこのクライアントを誰にするかっていうことなんですね。代理店にするのか大谷さんにするか、で私どもはこの大谷さんを選んだわけなんですね。そうすると大谷さんがいわゆる儲かる仕組みは一体どういうふうにすればいいかっていう方向にこう私どもこう考えていくわけなんですね。そうすると大谷さん一人一人がやはりこう何ていうんですかね、外からこのお金を持ってこれる力っていうんですかね、お客さんを引っ張ってこれる力っていうものを大谷さんが持たなかったら、基本的にこの経営がいわゆる成り立っていかないってことなんですね。これをいつもこう何ていうんですかね、こういわゆる足元見られて実際にそのお客さんを買ってこなきゃいけないっていうこと自体がおかしいって話で、で同じインターネットを使ってなんで自分で直接お客さんを集めないのかっていうことなんですね。で、この辺の矛盾点っていうものはもうその大谷さん分かってるかと思うんですね。だから本当に今のどのタイミングでですね、実際自分がホームページを持って実際対応すればいいかっていうその状況ってあるかと思うんですね。だからその受け皿として私どもこのホームページ大谷さんになりましょうってこうキャンペーンでこう接点取ってるわけなんですね。で、もう一つこう追加するとですね、そのフェイスブックとかですね、ツイッターっていうのは何かって言ったら、これクロージングのツールじゃないんですね。このホームページっていい言葉かと思うんですけど、本当に自分の仕事ってなんだってことをこういわゆる明かしてるものですよね。ですけどツイッターとかフェイスブックっていうのはある意味そのプロセスなんですよね。人とのその交流のいわゆる場っていうんですかね。だから逆に言うとその交流の場にですね、同じ仲間が集まってもいわゆるお金を払ってくれる一般消費者がなかなか入れない世界なんですね。この会員制のいわゆるツイッターにしろフェイスブックにしろ、それ確かに全体のその数としては大きいかもしれないんですけど、基本的にみんなこう経験していることかもしれないですけど、会員を集めるっていうのか、例えばフォロワーとかですね、あるいはそのいいねをいいね会員っていうんですかね、そういう人たちを集めることの難しさってことは、そのいわゆる SNS をやってる方ってみんなこう経験してると思うんですね。だから基本的にですね、何が一番重要かったら、その SSN でそのいわゆるその集客するっていう発想はもうやめてですね、いわゆるその Google を窓口にしてですね、大谷の窓口にして、それでお客さんの意向をキャッチできるいわゆるプランってものを用意して直接取引をするっていう、そういう方向に世の中になるんじゃないかってことなんですね。そのホームページを作りましょうっていうのは
まあ、私どもの言うこの大家さんホームページを作りましょうっていうそのホームページっていうことなんですね。